ティレル02には、ティレルが1994年の F1 世界選手権三戦用に開発したフォーミュラワンカー。1994年の開幕戦から最終戦まで使用された。02には、ザウバーからティレルに復帰したハーベイポスルスウェイトを中心に開発され、ティレルとしては実質的に3年ぶりの新設計マシンとなった。ポスルスウェイトが前年設計した。 ザウバー C12 が比較的高成績を収めコンセプトの正しさが証明されていたため基本コンセプトはそのまま引き継いでいる。前年度ノーポイントに終わった3乗から脱却することを重視し信頼性が高く整備性が良くセッティングしやすいマシンを目指し設計された。設計開始が遅く時間が足りなかったためティレル・レニーチのサスペンションジオメトリー等一部の設計を 流用している。この年からセミオートマチックトランスミッションを搭載している。当初はシーケンシャルシフトを使用しシーズン中にセミ AT を開発して完成次第移行する予定であった。しかしエンジニアが個人で開発を進めておりほぼ完成状態の現物が存在することを開発会議で告白し、急遽これを完成させ使用することになった。 このセミ AT はニューマチックで動作しており、エンジンのニューマティックバルブにエアを供給するコンプレッサーと共用になっている。ポスルスウェイトはニューマティックは油圧よりもバネ係数が低いためスイートに動作すると語っている。ギア変更時にエンジン回転数を自動的に合わせるブリッパーは第3戦の3マ割の GP から搭載された。 プログラミングシフトのような機能が搭載されており、2から3周ドライバーがパドルでシフトを行うとそれを学習し自動でシフトアップダウンを行うようになった。空力面では019以来、ティレルの特徴であったハイノーズとアンヘドラルウイングを廃止し、C12 と同じくオーソドックスなノーズデザインに回帰した。その他の部分もシンプルで凝った処理は見られない。エンジンは 前年に引き続いて、ヤマハがャットと共同開発した V10 エンジンを搭載。I-K スペックへとアップデートされ、第15戦日本 GP では、片山右京のイニシャルと、究極を掛け合わせた U スペックが投入された。カラーリングは、濃紺から白へ変更。メインスポンサーはなく、日本タバコのスポンサーブランドはキャビンから、マイルドセブンに変更された。その他、 カルビーやクラブアングルといった日本企業の支援を受けた。94年シーズンはテスト段階から好調をアピールし、片山は初めてニューマシンをドライブした際、初めて本物のレーシングカーをドライブしたと述べた。前年は新車の投入が大きく遅れたが、1994年は開幕戦からレーニニが投入され、片山が F13003 年目で自身初の入賞を果たすという好調なスタートを切った。第5戦スペイン GP ではマーク・ブランデルが3位に入賞し、ヤマハエンジンにとって F13005 年目で初の表彰台となった。死傷事故の続発を受けて、スペイン GP 以降ダウンホースを削減するレギュレーション変更が行われたが、ティリルはその混乱をうまく乗り切り、 後半戦もパフォーマンスを維持することができた。片山によれば、022が備え持っていたダウンホースに優れたマシンという長所が、レギュレーション変更のせいで失われてしまったものの、マシンが滑りやすくなった方が、自分のドライビングスタイルにあって運転しやすかったという。片山は、第9戦ドイツ GP と、第10戦ハンガリー GP で、予選5位、第13戦ポルトガル GP で、 予選6位と一発の速さをアピール。ドイツ GP では、スタート直後に2位を走行し、第12戦イタリア GP では、マクラーレンプ場の三日発記念を、ストレートで2度パスするなど見せ場を作った。しかし、信頼性不足や、ドライビングミス、ピット作業のロスなどが重なり、速さを結果につなげることができなかった。イタリア GP では2台とも同じブレーキトラブルで、リタイアするなど、 外注部品の品質にも泣かされた。チームは13ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング7位でシーズンを終えた。ありがとうございます。